いやどちらも、ね、迫力ありましたけれども、まずはパラパワーリフティング体験、ね、されてましたけれども、笹岡さんいかがでした？はい、まあ、胸板がすごかったですよね。あれ見てると私も鍛えたいなというふうに、はい、思いましたけれども、なかなかあそこまでね、うん、でもパラアスリートの方っていうのは、うん、オリンピック選手よりも良い記録を出されたり、するということなので、本当にすごいっていうのが第一印象ですよね。はい、私も常用で本当に実戦を生で観戦したんですけど、衝撃を受けるぐらい迫力がありましたよね。まあ瞬発力とか今言った力強さもあるんですけども、はい、コールから2分以内に自分 でベンチの上に上がって自分で固定して、それでこう整えて、しかも3秒の緊張の3秒という、はい、だからそういう時間との戦いの緊張感がよりこう非常にスリルを与えたということですね。それで今回 のパリのパラリンピックにも選手が出場されますので、7月28日に壮行会が行われて、私も直接出場選手を激励をしてきました。いや本当ね、練習は楽しそうな雰囲気伝わりましたけど、すごい緊張感なんだろうなって ね。また車椅子バスケットボールも、ね、体験されていましたけれども、うん、こちらはどう思いました？はい、競技用の、ね、車椅子っていうのはやっぱりすごいんだろうなと、うん、どんどんこうテクノロジーの進化と、あと選手の人間の努力というのが掛け算されて、うん、パラスポーツというのが成り立っていると思うので、うん、これからの未来にこう希望が持てますよね。どんどん、まあ、進んでいくんだろうなと、今日ちょっと VTR 見て、ね、改めて思ったんですけど、車椅子の操作の上に、はい、ボールをパスしたりシュートしたりっていう、ね、そこはタイミングがすごいなということで、はい、まあ、すると実際に観戦してそばで見ると車椅子同士がぶつかる音にですね、そういうことを想像しないで行った人から本当に驚かされるぐらい激しい競技なんですよね。で最後インタビューされてました京都出身 の、 柳本天音選手もこのパラリンピックに出場されるので応援したいんですが、私も5年ぐらい前にですね一緒に対談をしたことがあって、はい、まあ、非常に前向き な方ですし、まあ、東京に続いて今回はパリへ2回目なんですけど、非常に若い時から日本代表としてもう、うん、活躍されてるんでですね、ぜひここは応援したいなというふうに思いますよね。大事な場面でのスリーポイント決めてほしいですよね、はい、そうですね、はい、ね、このパラスポーツの普及や強化についてなんですけれども、うんうん、知事、京都府ではどういったことをされてるんでしょうか？そうですね、VTR にもありましたけれども、平成28年からパラパワーリフティング競技のナショナルトレーニングセンターとしてこのサンアビリティで常用が指定されて、ね、まあ、これナショナルですね、はい、でこの施設は府立の心身障害者福祉センター付属のリハビリテーション病院に、まあ、隣接している体育施設でして、リハビリを含めたパラスポーツを実施しているところなんですよね。ね、今リハビリっていう言葉出ましたけども、うん、パラスポーツはもともとリハビリが起源というふうに言われているんですね。そうですよね、パラリンピックの父と呼ばれたグッドマン博士は、はい、リハビリにスポーツを取り入れて、で車椅子生活になった人たちに対してですね、はい、まあ、失った機能は数えるなと、はい、で残った機能を、まあ、最大限生かせというふうに励ましたというふうに言われてるんですよね。でそこからパラスポーツがっていう、はい、そういうことですね。でね、まあ、こういった施設の、ね、お話ありましたけれども、の練習環境だったり、まあ、しっかりこの、ね、充実しているっていうことは笹岡さん非常に重要なことですね。そうですよね、やはり練習環境がないと、まあ、選手もどんどんレベルアップできないわけで、はい、このパワーリフティングのトレーニングセンターが京都府にあるというのは、我々府民としてはすごく誇らしいですよね、はい、ここからね、いろんな選手が生まれていくっていうね、知事、京都府としてはどのようにお考えでしょうか？そうですね、今後とも京都府として、うん、やっぱりスポーツドクターとか京都トレーニングセンターによります医学的、科学的サポートを行うなどで、やっぱり練習環境を向上させていきたいなというふうに思っております、はい、うん、またね、VTR で子どもたちが車椅子バスケットボールを体験している、ね、うん、写真もありましたけれども、はい、これも京都府で行っている事業なんでしょうか？そうなんですよね、今日のスポーツ夢バンク事業というですね、子どもたちが京都府ゆかりのトップアスリートの皆さんから直接指導を受けて、うん、スポーツを通じて夢や希望を育むという取り組みなんですよね、はい、でその事業の一環で子どもたちが車椅子バスケットボールを実際に体験してるんですよ、VTR にも登場されました坂根さんには
これまでね38回も実施いただいてまして、はい、延べで3370人の子どもたちに車椅子バスケットボールの魅力をですね発信していただいてましてね、やっぱり子どもたちにとってみれば非常にいい体験なんじゃないかなというふうに私は思いますけれどもね。確かに子どもの時からこうやってみんなで一緒に体験すると感じることもいろいろあるでしょうしね。そうですよね、やっぱり体験するのは何よりも楽しいですし、そこからこう魅力を広げていけるような気がしますよね。さて今日は誰もが楽しめるパラスポーツというテーマでお送りしてきましたが、笹岡さん改めていかがでしたでしょうか。はい、あの VTR の中でも楽しいのが伝わればというふうな言葉があったんですけれども、やはりこうまずはパラオリンピックがある、はい、パラリンピックがあるのでそれを見る、楽しんでいる、はい、それがこうパラを広げていく第一歩になるのではないかというふうにも思います。ね、やっぱりあの今佐藤さんがおっしゃった通りで、まず知ってもらわないとですね存在をですね、だから55はちょっと低いなっていうのはまさにそういう感じで、もっと知っていただきたいなというふうに思ってます。まあ、あの京都府の総合計画で目指すですね、誰もが地域の中で、まあ、いつでも気軽にスポーツに触れ親しみ共に楽しみながら健康に過ごすことができる、まあ、そういう環境整備をぜひとも進めてまいりたいなというふうに考えております。まあ、あのパラリンピックを契機にですね、パラスポーツの裾野が、まあ、ますます広がっていくことを期待してですね、で我々も引き続き応援していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。以上、特派員が行く不正を調査せよでした。続いて京都府からのお知らせです。